南西から見たブラックリバー島ブラックリバー島はヒューロン湖の中の島。ブラック川の川口周辺に散在するサスの一部であり、川口から3、4マイル北東に位置している。この島はミシガン州アルコナ郡の非法人地域であるブラックリバーの一部となっている。この居住に適さない岩場の多い島は1000フィートほどの長さがある。しかし、 面積は1エーカーにも満たないものであり、湖水面の水位の変動によって変化する。一帯のサスは船舶の運航上危険なものとなっている。1905年5月、石炭を積んでいたスクーナー、ウィリアム・エイチ・ラウンズがこの島に座礁し、大破した。さらに、南側では1896年10月に鎖を積んでいたタグボート、ロレッタが スクリュープロペラを破損した上で火災を引き起こした。1903年11月には石炭を積んだスクーナーイシュペミングが座礁した。銅線はスクラップ銅線になり放棄された。これらの事故現場は不評によって示されている。過去にはこの島の所有者たちが自然保護団体に島を売却することを検討したこともあった。この島は ミシガンアイランズ国立野生保護区の一部を成しているスケアクロー等の7マイル南に位置している。ありがとうございます。